高社長のチーム D 大学。さあ、それではチーム大学行ってみましょう。今日のテーマは仲間を作る方法ということで行ってみたいと思います。漫画とかアニメですと仲間作りって非常に身近なテーマですよね。スポーツ漫画であればもう全国制覇だとかですね、ワンピースみたいな漫画だと海賊王に俺はなるということで仲間を集めて宝を探しに行くわけですよね。ビジネスで考えてみるといかがでしょうか。ぜひ皆さんに問いかけていただきたいのは、あなたの部下は仲間だと呼べますか。同じ目標を目指しているんでしょうか。助け合っているんでしょうか。旅自体を楽しんでいるんでしょうか。さらに言うと、あなたの上司は仲間だと言えますか。ビジネスをするということは同じ船に乗るということだと思うんですね。その同じ船に乗っている乗組員が仲間なのか敵なのか、それともただの同乗者なのか、これは非常に大きな問題ですよね。一緒に旅をして楽しくない、同じ方向に進んでいない、いやいや仕事をしている、こんな状態では仕事はうまくいきませんし成果も上がりませんし、何より楽しくない。ビジネスにおいてそもそも仲間作りをしていないというのが多くの場合の現状なんではないでしょうか。今日はですね、どうしたらビジネスにおいて仲間作りができるのかということについて解説したいと思います。それでは行ってみましょう。ビジネスにおいて仲間を作るにはどうしたらいいのか、3つのステップをご紹介したいと思います。ステップ1、ホニャララを掲げる。ステップ2、ホニャララを一致させる。ステップ3、一緒にホニャララということで何が入ると思いますか。まずステップ1なんですけども、仲間を作るにはあるものを掲げなければいけません。それは何かというと目的なんですね。自分がリーダーとして何をしたいのか、どこに向かいたいのか、この目的地がなければ船を一つの方向に向かわせることはできませんよね。この目的を掲げるというのがステップ1。ステップ2は利害を一致させるということ。ビジネスをする上で部下一人一人の利害関係はどうなっていますか。部下は何をしたいんでしょうか。上司は何をしたいんでしょうか。この利害が分からずになんとなく仲良くなれば一つになれるのか、仲間になれるのかというとそうではありません。目的を掲げ利害を一致させる、そういったシビアなビジネス感覚が必要になってきます。そしてステップ3、一緒に喜ぶ。この3つのステップを踏むことで確実に皆さんの部下を仲間にすることができます。具体的に見てみましょう。ステップ1の目的を掲げるですが、皆さんはビジネスにおいて目的を掲げていますか。自分は営業でトップの成績を収めたいんだとか、世界一の実績を残したいとか、契約率を上げたいとか、エリアでナンバーワンになるとか、貧困を救いたいとか、世界を変えたいとか、どんなことでも結構なんですが、目的を掲げているかいないか。おそらく日本のリーダーのほとんどは目的を掲げていないということがあると思うんですね。皆さんはいかがでしょうか。多くのリーダーを見てきて感じるのはですね、目的を掲げようと思うと根拠が必要だと思っている方が非常に多いと思うんですね。なんで一番になりたいんですか。どうしたらなれるんですか。その根拠は何ですか。目的に根拠を求められるとたじろいてしまう。これが多くの現状じゃないかと思うんですね。しかし私はあえて言いたいのは、根拠はいらないということなんですね。よくよく考えてみてください。海賊王に俺はなる、これに根拠はあるんでしょうか。海賊王って何ですか。世の中には強い海賊がたくさんいるのに、なぜそこで王になることができると思うんでしょうか。海賊王になりたい理由、なれるという根拠、こういったものを探していくと目的って掲げられないですよね。全国制覇をするんだ、スポーツの大会で優勝するんだ、なんで優勝じゃないといけないんですか。2位じゃダメなんですか。ここに根拠はないんですよね。それをやりたいんだ、どうしても実現したいんだ、その強い思いの方が重要です。どんなことでも構いません。皆さんがお仕事をしている中でこれはやりたいなとそう思えるものを掲げる。掲げているかどうかが大事であって、何を掲げるかはその次だということですね。目的を掲げると大きな効果があります。それは何かというと、本気の姿に人は惹かれるんだということですね。海賊王に本気になりたい、世界を変えたい、人の役に立ちたい、そういった本気の姿というのは人の心を打ちます。応援したいなと思いますし、自然と仲間が集まってくる。仲間を集めようと思ったら一番最初にするべきことは目的を掲げるということなんですね。組織のリーダーになったということは、仲間をバスに乗せて、仲間を船に乗せて目的地に向かわなければいけません。ではそのバスは、その船はどこに向かうんでしょうか。その目的地を示さずに、はいバス乗って、はい船に乗ってと、
そんな風に目的地を示さないでバスに乗せようとしている、船に乗せようとしている船長、リーダーが多いということなんですよね。なので目的の質については一旦置いておいて、これをやりたいんだというのをまず掲げること、これが大事だと思います。そして一旦目的に向かってみれば、進んでいくうちに、あ、方向が違うなとか、もっとこの方がいいなということが見えてくると思います。そうやって目指すべき目的地が変わったとしたら、それを打ち出していく、そして本気で向かっていく、その姿勢に人が集まっていく、こういうメカニズムだと思うんですね。さあステップ2なんですけども、目的地を掲げたら利害を一致させなければいけません。さあビジネスにおいて利害とはどういうことでしょうか。大きく分けると2つの欲求に分けられると思うんですね。利己的欲求と利他的欲求なんですけども、皆さんの部下にはどんな欲求がありますでしょうか。利己的欲求とは自分のためということですよね。自分の給料を上げたい、自分が評価されたい、自分の都合を優先させたい、自分の休みを増やしたい、楽して稼ぎたい、こういった利己的な欲求と利他的な欲求、人の役に立ちたい、お客様に喜ばれたい、社会に貢献したい、誰かのために何かをしたいと思うのが利他的欲求ですよね。自分のためなのか、他の誰かのためなのか、こういうふうに大きく分けた時に、その人が何を手に入れたいのか、この利害が一致しているかどうかが実は仲間づくりにおいて大事なんですよね。皆さんが海賊王になろうとして船を進めていくうちにですね、剣の技術で世界一になりたいという人が乗り込んでくる。その人の利己的な欲求は自分の腕を磨くなんですけれども、その利己的欲求とその船長が掲げるビジョン、これがリンクして、船長の目的に乗っかることが利己的な欲求を満たすなと思わせることができれば、この利害は一致するんですよね。皆さんの部下はどうですか。利己的な欲求を持っている人と利他的な欲求を持っている人、結構分かれるんじゃないでしょうか。利他的な欲求が強い人、お客様に喜ばれたいです、社会に貢献したいですという人は巻き込むのが簡単だと思うんですね。皆さんの掲げた目的に部下の利他的な欲求がくっつけば、同じ方向を目指して頑張っていけるわけなんですけども、問題なのは利己的な欲求ですよね。自分の給料を上げたい、自分で成果を上げたい、利己的なこと、自己都合ばっかり考えている人はチームにならないですよね。こんな仕事しようぜとか、こんな成果上げようぜ、こうやって世の中に役に立とうぜ、そんな風に働きかけたとしても、それで何の意味があるんですか、私の欲求は満たしてくれるんですか、これでは利害が一致しません。つまり利己的な欲求を利他的な欲求につなげないといけないわけです。ではどうやるかというとですね、仲間づくりが上手い人は利己的な欲求を利他的な欲求に転換するのが非常に上手いという特徴があるんですよね。例えば稼ぎたい人がいたとしたら、この目的に乗っかったら稼げるようになるよ、もっと異性にモテたい人がいたら、この目的に乗っかったらもっとモテるようになるよ、出世したいんだったらもっと出世できるようになるよ、そんな風にこの目的に乗っかれば、この船に乗れば利己的な欲求が満たされると、そういう風に思わせることがすごく重要でですね、よくよく考えると、評価されたいとか、成果上げたいとか、給与上げたいとか、利己的な欲求を叶えようと思うと、実は利他的な欲求を叶えないとうまくいかないということなんですよね。お客様が喜んでくれるから売上が上がって、自分の給与が上がっていく、出世していく。実は利己的な欲求を叶えるためには利他的な欲求を叶えないといけない、これがビジネスの真理だと思うんですね。ビジネスというのは人の役に立つから、その対価として費用をいただけるわけで、サラリーを稼ぐ、楽して稼ぐ、休みの時間を取る、そのためには自分の価値を上げていかないといけない。自分の価値が上がれば上がるほど、少ない労力でも少ない時間でもきちんと対価を得ることができる。利己的な欲求を叶えようと思えば利他的な欲求に乗れと、だからこの目的に乗ってほしいんだ、そんな風に利己的な欲求と利他的な欲求を両方揃える必要があるんだということですね。この観点で言うと、先ほどですね、利他的な欲求の人は巻き込みやすいと言ったんですけども、実はエセ利他的な人というのがいてですね、私は世の中の役に立ちたいです、貧困を救いたいです、そんなことを言いながら、実は利己的な欲求に気づいていなかったりですとか、本当は稼ぎたいし楽したいんですけど、それを隠していたりといったようなエセ利他主義というのはいるんですよね。どうして貧困を救いたいんですか、どうして役に立ちたいんですか、そこには利己的な欲求も存在してないとおかしいんですね。どうしてそんなに人の役に立ちたいのか、その背景を紐解いていくと、自分の幼少期の体験とか、自分の辿ってきたキャリアの中でそういった思いが膨れ上がってるはずなんですよね。その利己的な欲求に気づけば気づくほど、利他的な欲求の強さが強化されるはずなんですよね。つまり利己と利他は両立すべきであるということが、
ビジネスの心理だと思うんですね。仲間作りが上手い人はこの利害を一致させるのが非常に上手であるというのが多くのビジネスマンを見てきた一つの答えだと思うんですね。稼ぎたいです、休み増やしたいです、楽して出世したいです、そうかそうかと、稼げるよ、休み増やせるよ、そんな風に利己的な欲求を満たす方法を一緒に握りながらそれに取り組んでいったらどうなるでしょうか。本当に稼ごうと思ったら、本当に出世しようと思ったら、人の役に立たないとうまくいかないですよね。利己的な欲求を満たそうとする方法、これを突き詰めれば突き詰めるほど実は利他的な人になっていくと。なので物語の主人公は注意深く見るとですね、この利害を一致させるのが非常にうまいんですよね。仲間を作るのは最初から利害が一致しているわけじゃないんですよね。そんなに都合よくあなたに協力しますとか、そんなことを言ってくれるはずがありません。必ず目的を掲げている。その目的に向かって利己的な欲求でまずつながっていく。その利己的な欲求を達成する過程においてどんどん利他的なことになっていく。そうするとチームは一つにまとまっていく、仲間が集まっていく、こういうメカニズムだと思うんですね。そしてステップ3ですね。一緒に喜ぶ。最初は利己的な動機でやってみたことがうまくいくと人の役に立つ、喜ばれるわけですよね。そんな時にはすかさず一緒に喜ぶんですね。お客さん喜んでたよ、うまくいったな、そうやって喜ぶとその部下はどんどん利他的な欲求の素晴らしさに気づいていくことになります。利他的に生きることが利己的な欲求も満たすんだということに気づいていくということですね。その際にちょっとしたコツがありまして、影褒めを使えと。影褒めというのはですね、本人のいないところで褒めることを影褒めというんですね。本人のいないところで悪口を言うと影口になるじゃないですか。その褒めるバージョンということで、影褒めって嬉しくないですか。こんな風に褒めてたよ、人伝いに聞く、第三者から聞く。そうするとそれが本当だと感じられて、面と向かって直接褒められるよりも嬉しい、そういったことがあると言いますので、お客さん喜んでたよ、上司が君の提案褒めてたよ、そんな風に影褒めを伝えてあげる、人の影褒めを伝えてあげるということによって、それを一緒に喜ぶ、そういった形ができるんですよね。実際に褒めていなかったとしてもきっと喜んでただろうなということで結構だと思います。あのお客さん喜んだと思うよ、上司も喜んだんじゃないかな、そんな風に影褒めを予想して一緒に喜び合う。そうするとチームが結束していく。この3つのステップを丁寧に踏んでいくと、どん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 仲間が増えていくわけですね。皆さんの部下一人一人思い浮かべてください。この部下には目的を伝えただろうか、この部下の利害は把握しているだろうか、利己的な欲求は分かっているだろうか。その利己的な欲求を叶えるためには利他的な欲求を叶えないといけないということが伝わっているでしょうか。一緒に喜べているでしょうか。この3つのステップ、分かっているだけでは仲間は増えませんので、ぜひ実践することですね。じゃあ上司はどうなんでしょうか。皆さんの上司は仲間だと言えますでしょうか。上司を仲間にする方法も同じステップです。上司に向かって目的を示せているでしょうか。私売上で一番取りたいんです、このエリアでナンバーワンになりたいんです、こんな人になりたいんです、こういう貢献をしたいんです、その目的を掲げ上司との利害を一致させる。上司はどんな欲求を持っているでしょうか。売上を伸ばしたい、お客様に喜ばれたい、出世したい、利己的な欲求、利他的な欲求、いろいろあると思います。その利害を把握する、そのためには上司にヒアリングをしないといけません。〇〇さんはどんなことをしたいんですか、どんな夢を持ってるんですか、どういう未来を実現したいと思ってるんですか。そんなことを聞いてくる部下って素敵じゃないですか。上司の描いている欲求をヒアリングをして利害を一致させる。それなら僕はこういう目的を持ってるので一緒にやりましょうよ、そんな風に巻き込んでいきながら、うまくいったら一緒に喜んでいく、丸々さんのおかげでうまくいきました、ありがとうございます。そういう部下になると上司はどん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 協力的になってくれるはずです。この3つのステップをいろんな人に試してみてください。もちろん最初から全てうまくいくとは限らないので、全員を一気に巻き込もうとするんじゃなくて、少しずつですね、いろんな方に試していって徐々に仲間を増やしていく。そうすると気づけば皆さんの周りには仲間だらけという状態にできるんではないでしょうか。まとめということで、この言葉で締めたいと思います。人たらしは利害に強い。私の尊敬する人物に、歴史上の人物で坂本龍馬がいるんですけども、坂本龍馬の中でですね、非常に好きなエピソードが薩長同盟なんですよね。薩摩と長州というですね、2つの藩が殺し合うほどに憎んでいたにもかかわらず、その同盟を結ばせた、それは何でなんだろうか。そこには日本を海外列強から守らないといけない、植民地化されてはいけないというですね、強烈な目的があり、そして薩摩の利害、
長州の利害を一致させた、そして坂本龍馬本人の利害をも一致させて、そしてうまくいったら一緒に喜ぶ、これを非常に丁寧に行ったんですよね。詳しく知りたい方はぜひ YouTube などで検索していただきたいと思うんですが、仲間を集めるある意味人たらしという人はどういう人なのか、ニコニコと感じが良くて仲良くなるのが上手い人というよりは、目的を掲げ利害を一致させ、そして一緒に喜べるような、そういう志を持った人だと思うんですね。仲間を作ることができれば一人で悩む必要はありません。ぜひ仲間集めチャレンジしてみていただけたらと思います。皆さんの組織の悩みが一つでも解決することを祈っております。高社長のチームイー大学では、組織へ悩む人を一人でも減らすことをテーマに動画を作っています。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンをぜひお願いいたします。コメントもお待ちしています。組織の悩みに対するご相談、お仕事のご依頼はホームページの問い合わせフォームからお待ちしております。それではまたお会いしましょう。